スイートといえば16歳、今回もみのの誕生日を盛大にお祝いしていきたいと思います。イエーイ、やっと16歳って感じかも、ひなちゃん。今年はなんとこの箱16個でのあちゃんの時みたいに、はい、バースデーサプライズしていくんですけど、はい、マジ嬉しい、嬉しい、マジ嬉しい、やってもらったからなので、それをさらに超えるように、おお、さすがのあさん、嬉しいこといっぱいこの幅に詰めたいと思います。はい、はい、ではレッツゴー。まあ、まずはメガネからのプレゼントってことで、ミヤも自分が、じゃあやったー、ミヤからの誕生日プレゼント、パパからのプレゼント、できたらここ置いていきます。ナーからの誕生日プレゼント、おはようございます。え、おはようございます。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 あはははは、これの、うわ、やっちゃう、え、お願いします。お願いします。じゃあ連れて行きます。はい、え、じゃあオープンしてください。今日はなんとひなのちゃん念願のピンクスタジオの撮影をプレゼントします。やばい。なんかずっとやりたいって言ってたから、今日はプレゼントします。やばい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。スイートの専属のスローデーヘアメイクさん来ていただいてます。やばい、ありがとうございます。ということで、今からヘアメイクして着替えしてピンクの撮影していきたいと思います。やばい、やばい、めちゃくちゃこういうの初めてで、めっちゃ幸せです、超ドキドキです。今日どんな感じしますか？どうしようかな。お姫様。可愛い。可愛い。了解しました。させてください。やばい。それでは、レッツゴー。いっぱい衣装あって迷ったんですけど、今回はこのピンクの可愛いフリフリを着たいと思います。髪の毛どんな感じなんですか？ふわふわ系で。おお。絶対似合う。甘々なんで。やばい、めっちゃ可愛い、超ふわふわお姫様になりました。完成、完成しました。もうウサギになりきれちゃいました。めちゃくちゃ可愛くてテンション爆上げなので、ちょっともう今なら空でも飛べそうなのでちょっと幸せです。もうやばいです。ありがとうございます。本当にもうありがとうございます。1枚欲しい。可愛くしました。16歳です。です。おめでとうです。私たちもドレスに着替えて、はい、可愛いパーティーをしたいと思います。イエーイ。可愛い。あ、いいね。さすが。可愛い。可愛い。あら、可愛い。はい、可愛い。え、いいね。可愛い。はい、撮影が終わりました。マジでめちゃくちゃ可愛い空間だったし、自分ってもしかして可愛いのかなって思っちゃうくらいちょっと楽しすぎたし、可愛すぎたし、あともうプロフィールにしようかなって思ったので、もしかしたら今日はね変わってると思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。たくさん投稿もしちゃいます。ひなちゃん、はい、行くよ。ええ、え、どこに可愛い状態なんで、アイマスクしないんで、目つぶってもらっていいですか？はい、わかりました。はい、行くよ。あぶー！めっちゃ。ねえ、誰？さあ！せーの。Yeah.
そうなんだと思いますか？え、なんかちょっとだけ見覚えがある。うわ、ちょっとだけ、ちょっとだけ見覚えがあるな。あるんですけど、こちらは、はい、なのにプレゼントの16個のそのためにその16個の箱を1個開けてもらって、はい、ちょっとまあパーティーをやろうかなと思うので、はい、ありがとうございます。あれちゃんどうぞ。え、どれからとか、何だろう、まだてっぺんとかいいんじゃないの。てっぺんからじゃあ、ね、定番のね、はい、なんだろう、なんだろう、キリスリ1つ目です。え、なにこれ、紙が、あ、開けますね。ケイティー、ハッピーバーデーズ、皆さんにはお世話になってて、本当にいろんな成長を見ていただいてるので、もっともっと大きくなる姿をみんなに見てもらって、はい、みんなに褒めてもらいたいなって思います。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい妹ちゃんや。一旦冷やしておきます。ありがとうございます。続きをどうぞ。なんだ、どうしようかな。じゃあこれ、はい、にします。はい、みんなから、みんなから、お姫様、お姫様出ましたよ。単純にやってること意味わからん。みんなでお姉様だ。これ何、これ何、何が起こってるの。何、これ楽しい、楽しい、よし、マジ楽しい。よかった。はい、で3個目、いろはちゃんからのプレゼント。いろはちゃん、いろはちゃん何飛んでくる、もしかして熊本から。いろはちゃんからなんと届きましたので、やばっ、大投稿してました。ありがとうございます。いろは、ありがとう。はい、じゃじゃーん、かわいい、なんか大人っぽい、ね、ね、かわいい、かわいい、リップオイル、かわいい、かわいすぎ、めっちゃさ、色合ってるかな、しかもひなのっぽい、もうひなのっぽいわ、うん、かわいい、いいやん、いいやん、いいやん、めっちゃプルプル、かわいい、かわいい、超かわいい、似合う、いいね、いい匂い、ありがとう。前に使います。じゃあ真ん中行きます。あ、メガカのプレゼントです。あー、何、こちらです。こちらです。わー、え、かわいい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 、結構流行ってるやんか、うんうんうん、てか持ってるかなとか思ってたんですけど、まあちょっとピンク、ピンクやばい、やばい、もうピンク押しちゃったよ。ほんまに、うん、よかった、マジでありがとう。ほんとに欲しかった、ピンクが。よかった、ありがとうございます。じゃあここにするね。おー、ここにするみたいな感じできた。うまい棒ですね。おー、すごい、贈呈させていただきます。いろいろ味や、いろいろ味です。やばい、え、ちょっとね、ふたね、まあ、いらない、クッシュパーティーしたかったし。あ、確かに、学校でじゃあいっぱい持って使いたいと思います。出てください、本当に、じゃーん、ま
せて。やばいね。すごい。ちょっとつけてみて。いやいやいや。鏡見えてるの。かわいい。かわいくない？あ、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。ピンク。え、毎日使う。え、ありがとうございます。やばい。めっちゃかわいい。かわいい。かわいい。マジでかわいい。ガンビラキ、ガンビラキ。え？すごい。すごいね。まあ自分の好きなタイミングでコスプレして動画とか上げていただければ。え、します。やばい。平田翔陽くんのコスプレです。え、すごい。絶対撮るんで、本当皆さん TikTok で待っててください。待ってます。待ってます。やばい。じゃあ真ん中の。みんなからのビデオレター。わあ。ひなのお誕生日おめでとう。16、16歳おめでとうございます。ひなのは今年から高校も一緒でガチのリアル後輩になるから、もう私の可愛い後輩自慢です。ひなのはマジでスイートに入って。た時からめっちゃ可愛いなと思ってたし、なんかほんまに人一倍努力してて努力家なところが尊敬してます。まあ、これから、まあ、高校入ってお勉強とかも忙しくなるやろうし大変になっていくやろうけど、そのひなのの笑顔パワーで全部頑張ってください。で、最近ひなのはアニメにハマってるって言ってるのがほんまに嬉しい。そうだからほんまにいろいろアニメについてひなのと語りたいなと思います。まあだから好きなアニメとかおすすめのアニメやったら私に教えてください。16歳の誕生日おめでとう。最高な1年にしてください。プレゼントひなのをイメージして可愛いの選んだから気に入ってもらえると嬉しいです。ハッピーバースデー。やば、しょっぱなから泣いちゃった。可愛い。なんかいっちゃんはなんやろ、すごいいろんなことで教わることが多くて、なんかメイクとか、うまいからいろいろ LINE とかして教えてもらったりとかで、なんかいっちゃんすごいめっちゃ面倒見いいから、ずっとあの声かけとかしてくれて、もういっちゃん見習って頑張ろうって思うことが多かったから、めちゃくちゃいっちゃんにはもう感謝する人を尊敬してます。ありがとうございます。めちゃくちゃいいこと言ってますね。ひなのへ、はなの16歳おめでとう。いつもスイートの収録で会ったら話しかけてくれたり仲良くしてくれたり、めっちゃおもろくて可愛いひなのが私は大好きです。唯一の同い年コンビだけど、これからも仲良くしてください。はなの16歳が素敵な1年になりますように。おめでとう。ありがとう。バイバイ。ゆうはが同い年でして入ってきてくれて、なんかお姉さんりゃん見たらいつもちょっと緊張してたのが、ゆうはが来てからちょっと雰囲気がちょっと楽になったりとか、うん、見た目大人っぽいけど中身はちょっとだけ抜けてたりとか、うん、仕事現場の友達っていうよりほんまの友達って感じがするから、ゆうはさんにはもう本当にいつも助けられてます。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。同期で入って最初めっちゃ緊張しとった自分に超話しかけてくれたりとか、いっぱい TikTok 撮ろうって言ってくれて、そこから距離がどんどん縮まってめっちゃ仲良くなったのが、もう頭のここら辺いっぱい思い出があります。ひなのがおるとみんな笑顔になるし、ひなのは本当に人としても本当に尊敬できる存在で、なんかお仕事とかもめっちゃ頑張っとったりとか、どんどんひなのがステップアップしおる姿に自分も頑張らないとなってめっちゃ思わせてくれる存在です。みんなが発言しやすいように話してくれたりとか超助かるし、絶対追ってほしい存在でございます。素敵な一年にしてください。お誕生日おめでとう。バイバイ。おたはでした。おたはらしい。めちゃくちゃなんかおたはさんは同期で入ってなんかいろいろお互い辛いこととかあっても電話とかして
ずっと隣に同期としていてくれてたので、いろんなとこ見てきて尊敬する部分ばっかりだし、私も大好きでーす。感動したところですね。はい、じゃあこちら開けます。感動したところでノアちゃんからのプレゼント。袋は同じなんですけど、まあ一旦ちょっとどうぞ。わかりました。ありがとうございます。メガとほんまに何も話してない。えっと、えっ、おそろいじゃん。おそろい、あれだって、でっかいバージョン。メガのハートの、しかも色もおそろい、でっかいバージョン。ただのこれに関してはもう使い分けてもらおう。そう、メロは色とか、そうそうそう、これはもう、そう、もうサラサラになるから。そう、やばい、ありがとうございます。嬉しいです。何個あっても嬉しい。そうなんですよ。はい、ではお手紙がありまして、今読みますか。読んでくださってくれますか。いいです。おひなのへ、ハッピーバースデー。16歳になったのね。高校も同じになれて、まだ1回しか高校では会えてないけど、ほんまに可愛い妹ちゃんだわ。最近はなかなか会えてなかったし、話すこともなかったけど、いつもひなのの SNS 見て、頑張りやすさなのはめっちゃ伝わってくるし、一番初め の一緒になった撮影から、ほんまにこの子、年下やのにしっかりしてるし、もうなんかちゃんと気使ってるし、一個下にほんまに思われへんし、自分もちゃんと思ってて優しくて、ほんまにずっと可愛くていい子やなと思ってました。実は。実はたくさん頑張るのも大事です。でも、本当に無理だけはしちゃダメだよ。居抜きして、ノアでもウスイートメンバー他でも誰でもいいから、いつでも相談待っとるからね。最後に16歳全力で楽しむんだよ。はい。なんかツンデレの文章もらってたんですけど、なんかもう愛めちゃくちゃ伝わってますよ。ワンちゃんがいたのこと好きなのも分かってますよ。おーおーおー、分かって犯人。いやー、ありがとうございます。続きどうぞ。はい、はい、みやちゃんからのライブプレゼントへ。続いて続いて取ってきます。ありがとうございます。私からのライブプレゼントです。ありがとうございます。リボンが可愛い、可愛い。ひなの絵、ひなの16歳の誕生日おめでとう。まず初めて会った時、何このふわふわした女の子って思ってて、でも話していくうちに面白くて、私より精神年齢高いんちゃうんって思うくらいしっかりしてるところがあって、利己したとは思えないです。しかも毎回話しかけに来てくれる時のひなのが可愛くてだいぶ癒されてます。ひなのは仕事と学校を両立してて、どっちも真剣に頑張ってる姿、周りのことめちゃめちゃ見てて、みんなに気遣ってくれるところめっちゃ尊敬しています。学校も一緒になったし、話す機会も増えたと思うから、こんな私でよければこれからもたくさん話してください。いつも明るく元気いっぱいで、可愛い可愛いひなのが大好きです。改めて誕生日おめでとう。いい1年にしてね。ありがとうございます。ねえ、かわいいから。ありがとうございます。ピンクでかわいい。はい、めっちゃかわいくない？かわいいよ。かわいい。やめだ。かわいい。かわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。ちょっとさ、大人っぽいね。でも意外と色は薄い方だから、ほんとにリップがないから。やっぱ大人いね。すごい、めっちゃ可愛い。可愛くない？あー、めっちゃいい。大人っぽい。可愛い。あ、でもね、ひなのの感じめっちゃある。めっちゃいい。本当？衣装いい。可愛い。可愛い。可愛い。マジ可愛い。可愛い。マジひなの。じゃあ、すごいなんかめちゃくちゃ私のお姉さんって感じじゃなくて、すごい親近感のあるなんか。なんだろう、なんかね、言い方難しいけど、いとこみたいな感じ。なんか、違う、褒めてる褒めてる。わかるよね。なんか距離が近くて、二個上だなんて思わないぐらいの距離感で接してくれて、すごいめっちゃ嬉しいなって思うので、これからも、まあ、面倒見てください。やべえ、見させろ。見させろ。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、6個。はい、バールペン。なんだろう。いっちゃんからのプレゼント。ありがとうございます、いっちゃん。え？かわいい。ウルク？ああ。おお、え、かわいい。ウルクっぽい。え、かわいい。ウルクっぽい。
あーすごい、やばいです、めちゃくちゃ可愛い。来ます、来ます、いっぱい来て、いっぱい TikTok 撮って、いっぱいインスタあげます。ありがとうございます、ゆっちゃん。ありがとうございます。真ん中行こうかな。あ、しよみんな余裕だ。
余裕です余裕